自分の今までやって自分の歴史の中からこれだっていうものを強引に立てて強引に引っ張ることだろうね。影を務めた根本大栄ですが、今日は近鉄高村に対し秋山以外は全員左バッターというラインナップ。その中でまず山崎が口火を切ります。3回移籍後初めてのヒットはレフト鈴木が目測を誤るラッキーなスリーベース。続く松永はレフト前に運んで山崎を返します。そして今度は山本とのエンドランが見事に決まります。この辺りで松永一気にホームを駆け抜け2対0。4回ワンアウト満塁のチャンスを潰した大栄ですが、5回のワンアウト満塁は吉永が決めます。右中間への2点タイムリーツーベースで4対0。さらに小川が走者一掃のツーベースと続き、この回一挙5点のビッグイニングとします。5回までヒット1本7つの三振と完璧な内容だった若田部ですが、大量点をもらった後の6回4連打で3点を失います。しかし一度火のついた大栄打線、6回には森脇大道のタイムリー、7回には山本のホームランと着実に追加点、結局11対4で近鉄を下しました。とにかく今年は強い福岡大栄、今日も松永がいきなりスリーベースでチャンスを作れば、2番山本が先発アボット狙い打ちの先制タイムリー。大栄この回もう1点取って2点を先制します。初先発となった近鉄の新外国人アボットですが、この後もコントロールが定まらず、3回には吉永にタイムリー、5回にも好調の山本トラックスラーに連続ツーベースを打たれるなど、鈴木監督オーマイガー、アボットは4失点、5回途中でマウンドを降りました。大栄先発加藤はカムバック2戦目、今日はキレのあるシュートが冴います。ブライアントもご覧の通り6回無失点、2年8ヶ月ぶりの勝ち投手の権利を得てマウンドを降ります。しかし2人目矢野が2点差とされたところで、根本監督4日前に先発した内山をマウンドに送ります。これが裏目、大石に犠牲フライを打たれ、石井には同点タイムリー、加藤の白星もこの時点で消えてしまいます。これで勢いに乗った近鉄は延長10回、石井の犠牲フライでとうとう勝ち越し、最後は赤堀がなんとか抑え、鈴木監督ワンダフルの結末でした。は今シーズンまだ勝ち星のない野茂、2回大栄に1点を許した後、3回ワンアウト2塁3塁から若井をフォークで三振と思えば、これが振り逃げとなって大栄はローせず2点目を奪います。さらに山崎のタイムリーで3対0、ホークス下位打線がトルネードを攻略します。3回まで渡辺富雄に抑えられていた近鉄は4回、ワンアウト3塁から石井の3塁線の当たりを松永が悪送球、これでまず1点、さらに中村典弘が三遊間を破るタイムリーヒット、近鉄昨日の再現とばかり追撃ムードを盛り上げます。そして大栄2点リードの7回、渡辺富雄が突如乱れます。ツーアウト満塁となったところで大越にマウンドを譲りますが、大石の打球は走者一掃の逆転タイムリーツーベース、猛牛軍団連日の大逆転です。大栄も最終回最後の粘りを見せますが、野茂がなんとかリードを守って完投で初勝利、大栄にとってはまさに春の悪夢の2連敗です。西武球場に久々登場のホークス秋山が真っ先に歩み寄ったその相手はしばし語らいの元 AK4、 しかし試合が始まればもはや敵味方、今日は三塁側から登場の秋山、注目の第一打席は石井武弘、渾身のストレートをよく見てフォアボール、まずは引き分けに終わります。一方ライオンズは3回ランナー1人を置いて秋山に負けじとトレード相手佐々木がヒット、これで1、3塁として続く清原、これぞ一人看板の意地か、ピシッと犠牲フライ、その後も点を加えライオンズ4対0とリードします。しかし気合なら今日の秋山は負けていません。根本監督の激も飛んだ6回、チーム3本目となるヒットを放ち、ツーアウトながら突破口を開くと5番ライマーが続きました。バックスクリーンへ一直線の打球は第3号ツーランホームラン、さあ追い上げ体勢の高田線、上昇気流にぐんぐん乗ります。続く7回松永、そしてこの山本のタイムリーヒットで一挙同点とすると回ってきました。このチャンスに秋山お見事、清原の横を抜けてライト前タイムリーヒット、2人が帰って6対4、ユニフォームを変えた4番の活躍でホークス一気加勢の大逆転に成功しました。この後ライオンズも1点を返しますが、そこまで獅子のリーダーから鷹のリーダーへ華麗に変身した秋山の活躍で首位決戦、まずはホークスに軍配です。なんという声が結構聞こえますでしょう、あれはどうですか。そうですね、嬉しいですね、
まあ、個人的に応援してくれるファンの人も結構いるみたいでね、嬉しいです、はい、秋山は去年までのホームグラウンドで闘争心をかきたてました。4回ワンアウト1塁、相手は逆に外野から西武に移籍した村田です。13年間慣れ親しんだ球場だから打った瞬間ホームランと確信したという2号先制ツーラン。3回までノーヒットピッチングの村田の自信を下します。秋山の一撃は続くライマーに刺激を与えました。パワーみなぎるスイングは4号ソロホームラン。好調大栄今日もお手元です。投手を奮い立たせた3番打者が西武にいました。秋山とトレードの佐々木です。4回外野先発の吉田からセンター秋山の頭上を超える3号ソロホームラン。しかし佐々木はこの後がいけません。西武反撃の火の手をつけたものの自ら水を差してしまいます。5回2アウト2塁1塁、外野安田の当たりは左中間へ。佐々木まさに上手の手から水が漏れてしまいます。外野に決定的ともいえる2点を献上。この回で村田も目標を刺され、背番号1のトレード組が明暗を分けました。秋山は7回にもダメ押しの呼び水となるヒットで出塁します。7対0で西武に連勝、外野単独首位浮上の立役者となりました。今年、まあ、いろんな人が入ってきて新しくなった感じでね、今までと違った台だと思いますんで、いいところね、打ってチームが勝てばね、それでいいなと思いますけど。ここまで2打席2安打3打点を叩き出している西武清原。5回の猛攻の引き金はこの清原が選んだフォアボールでした。不審脱出に口ひげをさっぱり剃り落とし、気分一新のパグリアルーロ。今日は4安打3打点と大当たり、早くも効果てきめんです。ワンアウト満塁として8番伊藤、この回まず1点。9番田辺は2点タイムリー。まだまだ続きます。1番辻4点目、吉武で5点目。こうなると得てして相手守備にもほころびが出ます。命拾いの3番佐々木が6点目のタイムリー。今日は3安打の猛打賞を大英ベンチに披露しました。ビッグイニングの5回、清原2回目のバッターボックス。大英すっかり守り疲れです。昨日一昨日とね、非常に悔しい負け方をしたんで、今日はなんとか勝ちたいなと思ってます。西武はこの回一挙9点と連敗の憂さを晴らします。勝敗が決した後もファンを喜ばせる千両役者清原が弦を担いで、佐々木から借りたバットで特大の2号ホームラン。今日佐々木さんのバットをねもらって、まあ、佐々木さんに試合前に散々打たれへんかったものを俺のせいにすんなって言われたんでまあ打ててよかったです。西武16対0と大勝しました。